世界で一番面白い人生ガイド、元井武雄の YouTube 動画でございます。ということで、今回はいきなり、助手席を開けまして、まあ見てみるとバッテリーと、それからまあラジエーター、それからこれがサブラジエーター、まあこれがヒューズ関係があるところなんですけれども、先週ですね、これドライブ中に飲んでいる私の動画でいつも言っている波動を入れたこの黒い石ですね、あとサンゴも波動を入れているんですが、この水を飲むことによってですね、私の体も変わってきましたし、それからこの車自体にも波動を入れているわけなんですね。波動を入れたスパイラルチューブであるとか、それからアルミテープを貼っているわけなんですけれども、先週ですね、水を久しぶりに入れました。このようにで入れたのはいいんですがね、ちょっとね少ないみたいで、まあ、ちょっと今回このようにですね、うちから 1.8 リッターの水差しに目いっぱい水を入れてですね、このように波動を入れた水をですね、飲ませたと、入れたということで、だいたい1800ミリの、水差しが半分ということは900ミリリットル、まあざっと800ミリは入ったんじゃないかというふうに思います。で、これをですね、入れたことによって、前のスバルのサンバのスーパーチャージャーなどは、これでですね、この水を入れただけでですね、クーリングファンがもう極端に静かになって、回っているのか回っていないのかわからないぐらいの音になったんですね。で、先週その約500ミリ、これが500ミリのペットボトルですけど、これをいっぱいいっぱい入れたらですね、ちょっとクーリングファンの回転する音がちょっと変わったりとかしたのと、それから今入れましたように、先週500ミリ入れたんですが、まだ容量が入るということで、今回もこれ、まあ、大体900、まあ、800ミリぐらいは入ってるかと思いますけれども、入れました。そしたら、まあ、溢れましたので、まあ、当然これ以上入れようがないんですけれども、今週ですね、今日火曜日ですから、まあ、今週また走ってですね、クーリングファンの音が静かになって、いるのか、なっていないのかも含めて、YouTube として皆さんにご報告したいというふうに思っております。ということで、世界で一番面白い人生ガイド、元井武雄の YouTube 動画、今回は、私の愛車であります、スバルサンバーディアスに、まあ、久しぶりに、実はですね、2年数ヶ月ぶりではあるんですよ。先週とそれから今日、波動の水をですね、クーリングファンに入れましたということで、まあ来週どうなるかということで、全世界中の皆さんお楽しみにしていただければと思います。特にスバルサンバディアスファンの皆さん、次回の動画までごきげんよう、さようなら、ありがとうございました。